ABC ラジオミュージックライダーリンクの深瀬知世です。4月5日日曜日、皆さんお花見行きました？私2年前に行ったっきり行ってないです。お花見行ったのはうちのリンクのチャイムが終わればっていうシングルを出した時に撮影兼ねてお花見をしたっていう。それ以来してないんですよ。でもね、だいたい移動中に桜を見たりとか、そういう感じですね。今はちょっと寂しいんですけど、こう周りのね、皆さんの話聞きながらお花見気分を味わってるって感じなんですよね。なんかね、皆さんぜひここ良かったよとかあったら教えてほしいなと思います。もう桜もね、もうあれですけど、まだまだ春はいいところたくさんあると思いますので、おすすめスポットなんかあったら教えてほしいなと思います。さあ、ミュージックライダー4月のメッセージテーマはお祭り騒ぎしたエピソード。またまたリンクの話題になるんですが、4月29日にリンクのニューシングルハレハレパレードが発売されるということで、この曲かなりお祭り感がありまして、まあ、カーニバル感といいますか、皆さんにもですね、ぜひお祭り騒ぎしたエピソードを聞きたいなと思いまして、まあ、お花見でとかお祝いでバカ騒ぎしたとか、飲み会の席でこんなことやっちゃったとか、学生の時のエピソードとか何でも構いません。4月のメッセージテーマはお祭り騒ぎしたエピソードでお待ちしています。そしてゲストのコーナーは、4月は今月気合の入ってる皆さんを週替わりでお迎えします。今夜は早速またまたリンクです。リンクリンクリンクも押しまくっていきますよ。我々リンク、この4月に4周年記念ライブ、そしてね、さっきも言いましたけどハレハレパレードをリリースします。で、今夜はですね、リンクのリーダー天野なっちゃんを、お迎えして気合のほどを聞いていきたいと思います。さらに今夜は東京パフォーマンスドールから桜井咲ちゃん、浜崎かほちゃんもお迎えしていろいろとお話を伺っていきます。今日はアイドル色満載となっていますが、最後まで聞いてください。そして最新ヒットランキング、ミュージックライダー今週のヒットランキング、今日ももちろんあります。邦楽の1位から10位まで発表していきます。メッセージの宛先はこちら、ファックス番号 092-722-4242、 E メールアドレスはアルファベットすべて小文字で mr@kbc.co.jp、 mr@kbc.co.jp まで送ってください。それではこの後、平均年齢16歳9人組の東京パフォーマンスドールから桜井咲ちゃん、浜崎かほちゃん登場です。ミュージックライダー、今日はこの方々をゲストにお迎えしています。自己紹介お願いします。東京パフォーマンスドールの桜井咲です。浜崎かほです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそミュージックライダーへ。よろしくお願いします。いやー、なんかフレッシュなお二人が来ていただいて、なんかいつも私こんな感じで低いトーンで喋ってるんですけど、久々になんか花がこうね散らばってる。いや本当ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。改めて私の方からちょっとね、紹介させていただくんですけれども、はい、東京パフォーマンスドールといえば、まあ、元々東京パフォーマンスドールっていうグループありましたよね、昔。はい、17年前にですよね。はい、その東京パフォーマンスドールを知ってるという方の方が多いのかなと思うんですけれども、まあその東京パフォーマンスドールが昔のね、1996年のライブを最後に活動を休止して、そして17年の時を経て、で2013年の6月に新生東京パフォーマンスドールが誕生、はい、ということで、うちの、もう私ばっかり喋ってすいません、うちのね、元リーダーが東京パフォーマンスドール本当にすごいからライブをチェックしろっていうふうにもういちいち言われてて。本当ですか。そうなんです。うわー嬉しいね。びっくりしました。よく動画とかね、ライブとかも見させていただいてます。何やら演劇とか映像のこう融合させたダンスとか歌とかのパフォーマンスがすごいっていうふうに、私たちも認識してるんですけど、公演とかもやってるんですよね。
昨年に、1年かけてプレイライブ 1x0 という舞台をやってきたんですけれども、はい、そして、昨年の6月に CD デビューして、はい、ですよね。その1年間までそう公演で、そうですね、作り上げて、はい、ってことですよね、はいはい、大変じゃなかったですか。いやーもう大変でしたね。でもその東京パフォーマンスドールのオーディションがありますって言って皆さん入ってます。いやそういうわけではなくて、ガールズグループオーディションで私たちは受けて、で東京パフォーマンスドールっていうグループになるっていうのを知ったのは全員が合格してから知らされたので。あら、騙されたんですか。冗談です。すごい。じゃあもともとみんなダンスとか歌とかこう大好きでアイドルになりたいなと思って。そうですね、まあ、でも全員が全員やってたわけではなくて、もともとそういうのをやってたわけじゃなくて、多分女優さんになりたい人もいれば、うん、モデルさんやりたい人もいて、うん、なんかいろんな方面の夢を持った子たちがなんか集まって、うん、はい、そっか。じゃあお二人はダンス経験とか歌の経験は。私はダンスと歌を少しやってました。なるほど、はい、じゃあちょっとね、気が楽ですね。それはないです。はい、桜井ちゃん、はい、咲ちゃんは。私はもう全然ゼロで、ダンスゼロからのスタート、はい、ダンスも歌も全然やったことなかったので。うわ、ちょっとバレエやってたんだね。バレエ、クラシックバレエはやってたんですけど、はい、いや練習とかもやっぱね、1日どれぐらい練習するんですか。あ、でも多い時、初めの頃は、うん、ほぼ毎日ずっと学校終わって、うん、すぐレッスン場行ってっていう感じで、うん、わ、でもその舞台の稽古とかは、うん、もうほとんどもう1日中朝から夜までとか。そっか、だって演劇も一緒にするんだ。そうだね、すごい。え、演技とかはどうですか。もう全員初心者で、そうですね、もう演技レッスンをちょっとしてから舞台の練習だったので、うん、ね、なんかもう、もうどうしたらいいか全く先が見えなくって、うん、基礎を土台をしっかりする前に、うん、なんかもう本番のに向けて練習しながら基礎も同時に身につけていくみたいな感じだったので、うん、そっかそっか、まあ、一からのスタートで、でも1年かけて、はい、こう新生東京パフォーマンスドールが作り上げられていったみたいな。まあ、そうですね、だいぶでも演技とかもこう慣れてきました。いやますよ。難しいですね。難しい、はい、難しいですよね、はい、でもなんかそれがこう合わさってできるのがやっぱ東京パフォーマンスドールですごいなと思うところ。いやいやいや、感心しちゃいます。だってお二人まだ17歳。そうです、はい、ですよ。私と10あんま言いたくない。いやいや。違うんですけど、でも東京で今生活されてるんですよね、はい、あ、どうですか東京の生活は。まあ、やっと慣れた感じです、私は。やっと慣れました。私、楽しいですね、東京。そう、東京楽しい。東京すごい楽しい。そうか、浜崎かほちゃんが福岡出身で、はい、桜井咲ちゃんが山口出身。はい、だからね、福岡はこう、ね、近いし、馴染みあると思うんです。東京はね、怖い、怖いよ、怖い。いや、もうね、以上怖かったですね。人が多いですね。あ、確かに人多いよね。電車とかも乗ります。あ、乗ります。電車は慣れないです。全然。移動は電車で。電車です。わあ、そうだよ。いつもなんかギュギュだよね。はい。でもなんか、共同生活みたいな感じ。いや、違いますね。それぞれで。それぞれない。わあ、大変。家族も一緒に。いや、家族一人です。一人、はい、嘘、はい。じゃあ、自炊とかも頑張って。まあ、確かに。確かに見ながら。ちょっとずつ。ちょっとずつ。ああ、はい、そっか、頑張ってますね。すごい。まあ、勉強もね、学校の両立とかも大変かと思うんですけど。ね、はい。じゃあ、もう最後になるんですけど、リスナーの皆さんに、それぞれ一言ずついただけますか。じゃあ、桜井から。はい。ます。はい、春には。ZIP ツアー2回目となるんですけど、あるので、1回目まだ見に来てない方、福岡市民の方々、県民の方々、たくさんいるとおられると思うので、初めて見る方にも楽しんでいただけるようなステージを作りたいと思ってますので、ぜひ皆さん、私たちに会いに来てください。よろしくお願いします。はい、浜崎かほです。東京パフォーマンスドールは私たち2人だけではなくて残り7人も個性豊かなメンバーが揃っていますので、ぜひ皆さん私たちに会いに来てください。よろしくお願いします。では東京パフォーマンスドールから浜崎かほさん、そして桜井咲さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
東京パフォーマンスドールから桜井咲ちゃん、浜崎かほちゃんでした。東京パフォーマンスドールゼップツアーがあります。4月25日土曜日、ゼップ福岡、その名もダンスサミット。そして翌日26日には福岡にてリリースイベント。そしてまだまだあります。6月10日にはサードシングルドリーミングがリリースされるということで、たくさんイベントありますので、皆さんホームページでチェックしてみてください。メッセージありがとうございました。メッセージじゃないですねじゃあこれから皆さんからいただいたメッセージを紹介します。なんか頭がごちゃごちゃになってきてる。ラジオネーム桃色マジンガー Z さんからです。こんばんは。こんばんは。お祭り騒ぎしたエピソードです。大学生の時に学園祭実行委員会に2度入って楽しく活動しました。実行委員会のメンバーは学園祭の後に開催される高野祭で大爆発、グランドにでっかいキャンプファイヤーを作って周りで飲めや歌えやではしゃぎまくりました。先生方もやってきて楽しかったです。残念ながら今は酒盛りがなかなかできなくて規制も厳しいみたいです、というメッセージですね。ありがとうございます。大学のねこういうイベントとかすごいんでしょうね。私大学経験したことないんでわかんないんですけど、私も会社の忘年会、元バスガイドやってたんで、その時はねドライバーさんもハンドルを握らなくていい日が唯一忘年会だったんで、その時の爆発はもうすごかったですよ。私もね記憶がなくなったことが一度だけあります私も意外とね爆発してますね。はい、ということでですね、今月は4月、皆さんからお祭り騒ぎしたエピソードでお待ちしています。E メールアドレスはアルファベットすべて小文字で mr@kbc.co.jp まで送ってください。今日はリンクの話題です。リンクリーダー天野夏ちゃんにスタジオに来ていただきました。こんばんは。こんばんは。ミュージックライダー3回目の出演です。リンクリーダー天野夏です。わー、意外となっちゃうミュージックライダー最多出演じゃない？結構出てる、ね、しかも私結構母がラジオ好きなんで、うんうんうん、あの日曜日母が休みなんで聞いてるんですよ。ありがとうございます。シュウさんが今何々喋ってるいちいち報告されるっていう。そう、お母さんがめっちゃ聞いてくれてるみたいで、なんかこの間何喋ってたねとか結構覚えてるんですよね。結構全部。いや、なんかやばい、なんか敬語で喋ってしまう、なんかよそよそしくなってしまうなんでメンバーそう、なんかゲスト来たみたいな感じで、今日なっちゃんやけなんかゆったりやろしかも年上なんでね。そうやね。いや、あのね、今日はっていうかね、今月はね、なんか気合入っとる人呼ぼうみたいになって、気合入ってる人、なんかなっちゃんがまず頭に浮かんないよねなっちゃん良くないっていうか、気合入ってますか。うん、気合入っとるし、うちら4月ね、うんうん、18日にね、うん、ゼップでライブやるやん。大事な4月やね。そう、これめっちゃちょうどいいやんと思って今日はね、なっちゃんに来てもらうことになったんですけども。気合入ってますよ、かなり。はい、もう私たち4年目ですね。4年目なんか短いようで長いようで、ちょっと早いね。あっという間や ね、ちょっと待ってってなるちょっと待ってってなるんやけど、でも本当にね、リンク走り続けてるって感じなんやけど、うん、また今年もあのアニバーサリーライブはゼップ福岡ということでね、うん、今練習中なんですけど。そうなんですよ、毎日大変ですね。かなり毎日とにかくメンバーが集まらないんで合わせるのすごい大変なんです、はい、せいさんがいないんですよ結構。そう、私そうやね、うちが結構いないことがいないんですよ、多いかもしれん。いや、今回全曲やるんよね、うちら全曲です。でも3時間ぶっ続けだけど、うん、3時間でちょっと全曲収まらないよね。そう、全曲収まらないから、まあ、どう、なんでね、ちょっと凝縮して、どうにかしてます。どうにかして3時間に収めてます。収めてます。なんかあんまね、あんまネタバレするとあれなんだけど、もうとにかく全曲やって、もう突っ走るって感じの、突っ走るって感じのライブやね。ちょっとファンの人も替え玉までちょっとついてこれるかっていうライブなんですよね。そう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 。だからなんか動画とかでも告知してるんですけど、うん、なんだろう、
体力と気持ちを持ってきてくださいっていうそうなんです。もう気持ちだけじゃちょっと足りないけど、足りないから体力も一緒に、そうそう、いっぱいね鍛えといてねっていうね、はい、あの告知の動画とかも出してるんで、よかったらねそっちも見ていただいて準備してもらいたいね。準備お願いします。私たちもちょっと今気持ちは十分にあるんですけど、うんうん、体力作りもね、そう体力作りも毎日、ね、ちょっとやらなきゃ、走ってるしね、はい、そうそう頑張らないと。4月18日土曜日です。スープ福岡でリンクの4周年アニバーサリーウェルカムトゥーザーリンクワールドありますので、ぜひね、この気合い入ってるなっちゃんのねキレキレのダンスも見に来てもらいたいなと思います。私は結構ゆるいや、なんでボヨーンとしてますからね。ボヨーンとはしてないですか、はい、せいさんもね、はい、こうゆったりしてるんですけどでもライブではキリッとなりますよ、かなり。そうね、なんか多分踊ってる私見たことない人いると思うんですよ、リスナーの皆さんもね。見てほしい。いや見てほしいね多分違いますよ誰ってなる。しかも多分なっちゃんと私結構見た目が似てるから、そうなんです。どっちってなる時もあるかもしれない。はい、私がちょっと筋肉がモリモリしてる方です。そうです、ちょっと肉がある方です。そういうところもねちょっと楽しみにしてもらいたいなと思うんですけど、そして ZEP の後に私たち新曲発売するんですが、4月29日ニューシングル晴れ晴れパレード発売します、はい、今回はナオト・インティライミさんのプロデュースですよそうですよ、もうこれはすごい、すごいよね。っていうかあのレコーディングを、まあ、福岡でやったんですけど、でもそれも3月の中頃だったですかね、あのそれまでプロデューサーが誰なのかっていうことを知らされてなくてなんで、ね、知らされてなかったよね。みんななってましたもんね。なったよねで、まあ、なっちゃんと私と、まあ、いろいろメンバー一緒にいたんだけど、うんね、その時にねいきなりサプライズで登場して、うん、いやーもう泣いてるメンバーもいましたしね。そう泣いてるメンバーなおとさんみたいな、やっぱファンだったねメンバーもいたんで、いやーなおとさんが作ったんだと思って、うん、その時点でなんか納得せんやった。そうあなるほどみたいな、そうそうそう、だから楽しいわけだみたいなこの曲、うん、でもすごいなんかカーニバル感あるよね、うん、今回の曲はね本当に。しかも直人さん30分の間だけしかちょっと入れなかったんですけど、うんうんうん、でもその間でレコーディングのディレクションから、そうなんよね、もうしてくださって、そうだからヘーとかクラップヘーとか言ってるやつは全部直人さんの声ですから。そうなんですよ、はい、一発撮りで結構ちょっと俺も撮るわみたいな感じで撮ったやつが入ってますね。そうそう、なっちゃんなんか好きなところある、ハレハレで好きなところ。でも私が最初聞いて、うん、もう耳に残ったのは、うん、なん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 リン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 あそこね、あそこみんなできるもんね、フリー多分ファンのみんなも一緒にできる。だってあれ一瞬聞いたらちょっと歌詞とかはないんですけど、うん、え何今のってなりませんそう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 、でもなんか一緒に踊れるとか楽しもうみたいなのが全面的にね、うん、ね、本当にパレードです、うん、そう PV も福岡で撮りましたし、うん、今回全員でね、そうそうメジャー後初ですよ。初、もう嬉しい、ありがとうございますありがとうございます本当に嬉しい、ね、リーダーとしても嬉しいでしょ。嬉しい嬉しい、いやだってね、やっぱ今までもミュージックビデオは出来上がるためにワクワク感あったけど、うん、あ全員だったらなこれが、うん、っていう気持ちはやっぱあると思うし、うん、やっぱみんな出れるってね、うん、本当にね、なんだろう、リンクの良さをたくさん出せれた PV になったよね、うん、あもうねぜひ PV の方も合わせて、せいさんがね面白い顔してるんでしてないしてない、結構可愛く撮ってますからね、はい、ぜひそちらも注目してもらいたいと思います、はい、ます。まあやばい、私喋りすぎたかな、言い残したことない言い残したこと、あっという間ですよ本当に。そう早いんですね、早いですね。じゃあ言い残したことありすぎるけど、ありすぎるかもしれないんですけど、はい、もう最後です、はい、最後にね、じゃあなっちゃん、あのラジオお聞きの皆さんにはメッセージというよりは気合の一言をいただきましょう。はい、はい、じゃあ怒涛の4月も死ぬ気で全力で気合で駆け抜けます。さあ知性さんも一緒に、はあ今日のゲストはリンクの天野なっちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
今月は気合の入っている皆さんを週替わりでお迎えしようということで、まず1回目はリンクからリーダーの天野夏ちゃんに来てもらいました。天野夏ちゃんっていう、私が言うのもなんか変な感じなんですけど、ぜひ皆さん4月18日土曜日、ゼップ福岡でライブありますので、見に来ていただきたいなと思います。メッセージを最後に紹介します。福岡のラテフリークさんからです。リンクに関するメッセージですね。僕はあまり集団で騒ぐことが好きではない。一人でいたらなかなかバカ騒ぎもできないので、ワイワイするのが苦手な方なんですが、リンクのライブを見るときは別で、基本は座りで見ていますが、祭りの夜という曲の時に立つことになったら、感想のところで渾身の力を込めてジャンプします。たまに着地に失敗することがあります。内気な僕をそこまでしてくれるリンクに感謝というメッセージいただきました。ありがとうございます。本当にね、リンクのライブに来て新しい自分をね、発見しに来ていただきたいなと思います。本当に皆さん来てください。はい、ということで、本当リンク一色の今日ね、時間になりましたが、またよろしくお願いします。そして4月29日にはリンクのニューシングル、ハレハレパレードも発売します。ということで、4月のメッセージはそれに合わせてじゃないんですけど、お祭り騒ぎしたエピソードでお待ちしています。ファックス番号は 092-722-4242、 E メールアドレスはアルファベットすべて小文字で mr@kbc.co.jp までお待ちしています。いろんなパカ騒ぎしたエピソードお待ちしています。それではここまでのお相手はリンクの深瀬知世でした。また来週。